福島県大熊町、木村紀夫さんの娘優奈さんは東日本大震災の津波によって犠牲となり、その遺骨は未だ一部しか見つかっていません。東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響により、未だ厳しく立ち入りが制限されている帰還困難区域内で、木村さんは優奈さんの遺骨を探しながら一人一人の死を悼むことの意味を問い続けてきました。そんな木村さんが沖縄で戦没者の遺骨収集を続ける具志堅隆松さんと出会ったのは2021年4月のことでした。木村さんはかねてから帰還困難区域内で一人優奈さんの捜索を続けるのは自分のエゴではないかと悩んでいたのです。これは人間の尊厳の問題で、人間数が一人だからとか二人だから数が少ないからという問題じゃないですよ。いや、これ遠慮することじゃないですよ。もうそれこそ何て言うんですか、当然の権利ですよ。確かに中にはこう一人の意見でもって全体の利益が損なわれないかとか何とかっていうのも出てくるかもしれないんですけど、そんなの関係ない。一人の人間を大事にできないのがみんなを大事にできるわけないだろうっていうの。もし必要でしたら一緒に声を上げますよ。いや、福島っていうか東北の災害地は行方不明者の捜索っていうのをいつか行こうと思ってたんですけど。そして2022年1月、具志堅さんが福島へとやってきました。木村さんと一緒に優奈さんの遺骨の捜索をするためです。捜索活動が行えるのはわずか3日。当時の津波の通り道や地形の起伏を丁寧に見極めていきます。これはあれですよね、建物も壊れてないし、結局津波で被害を受けた場所ではないけど、その原発の、そうですね、除染のために、で、外からね、こう壁とか洗えるようなこう新しい建物だったらそのまま使うっていうことは可能なんですけど、それができない、こういう古いお宅とかはもう解体せざるを得ない。どうなんですかね。でもこれ来てみて信じられるんですよ。これ街残ってるね、歩いてる人見えないねってぐらいの感じで、でも実際は誰もいないんだっていうふうに。ありがとうございます。黒い土が汚染された土ですね。で、あそこの白い建物にダンプが待機してて、コンベヤーで運ばれてきた土をダンプに積んでここに落としていって、で重機で流されていくっていう、そういう流れです。調べるとしたらもうやはりこの範囲とか、そうですね。だそこはどうです、今回どこを考えてます、いや、この田んぼについてはある程度こうやってはいるので、であればこの辺の雑木になっているところがすごい気になるなっていうのがありますね。わかりました。で今でもこれ雑木なんですよね、そうですね、わかりました。はい、そんな感じ。あとでちょっとこの辺歩きながら、雑木まで行ってみますか。今行っていいんだったら、おそらくここら辺のどっかでうちの親父が見つかってるんですよ、あの辺りですかね。これから行きますけど、優奈が見つかった瓦礫があった場所っていうのが、
候補地を見定め、午後から本格的な捜索を開始しました。そこは優奈さんの遺骨の一部が出てきた場所から数メートル離れた小路でした。この土手の下っていうかこう、これからみんなでこっちへ一回やってみましょうね。あーすごい、ここが、凍ってますね。アルミサッシの枠、そして作業開始から20分、具志堅さんのねじり釜の先から遺骨のようなものが顔を覗かせました。今お父さんが掘り出すからな。ちょっと奥の方です。ごめんなさい、こっからこれぐらいまでだ。これぐらいまでだと。ここで折れてる、大腿骨。大腿骨だ。はい、見つかった。もっとここ探せば出てくるかもしれない。ああよかった。なんとまだやり足りてってこと。よかった。ゆうなちゃん帰れるよ。よかった。もうちょっと探しましょうか。いやすげえ。いやもう ここ徹底的にやらないとダメですね。右足です。ああそこまで分かっちゃう、その状況と骨の大きさから遺骨は優奈さんのものに間違いないと見られています。はい、すみません、ありがとうございます。正直なんていうんですか、奇跡だと思います。そんなに広くない場所でも遺骨を探し当てるっていうふうに非常に難しいんですよ。30センチずれると出てこないんですよね。でそれがこう最初に掘り出した場所、木村さんと並んでこう掘り出した場所から出てきたっていうふうに、まあ、これはおそらくそのお父さんと娘さんがお互いをこう呼び合っていたことの結果だと思っています。その後の2日間の捜索では新たな遺骨の発見はありませんでしたけれども、木村さんはこの発見にとても励まされたといいます。今までだとここじゃないだろうなって、他ってことになると本当にとてつもない広さじゃないですか。で逆にね、これくらい今これでもね、こう緻密にやれば一生かかって終わるかどうかわかんないけれども、でもこれ自体をなんか次につなげられればいい、探していく。
ペンギンですよ、具志堅さん。飛んでる。ペンギンが飛んでいる。いや、沖縄帰ったら福島寒くてペンギンもいたんだぞ。雪も降ってペンギンもいた。白熊も。いや、だからなんかこうやってこう笑いながらここでなんか時間過ごせるっていうのもいいっすね。多分それをこう望んでるんだけど、気がするので。あの津波、そして原発事故から11年。今も優奈さんの遺骨はこの場所のどこかに埋まっているはずです。大きな社会構造の中で置き去りにされる命や日常があるということに私たちは向き合っていかなければならないのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。